とビビビビビはい、ということでね、今月も電撃プレイステーションさんの紹介をする公式化試験中のイルハートこと、デンハートでーす。イエーイイエーイイエーイ。いや、あの、ちょっとね、ですね、なんか今回ちょっとね、いろんなアクシデントがあってですね、あの、人がね、行方不明になって台本がないんですよ。なんでね、今回はイルハートがね、まあちょっと王道的にね、こう王道のアドリブで紹介をしていきたいと思いまーす。まあとりあえずね、こうイルハートが紹介する部分だけはね、分かってるんでね、任せてくださいよ。電撃さん大好き。今週の表紙はこちら、じゃじゃーん、モンスターハンターワールドアイスボーン。いやー、まあね、こんなモンスターいたらね、イルハート逆にハントされるんじゃないかって思うんですけどまあね、それぐらい迫力のある絵になっております。そんで待ってね、次のあの超次元ゲーム、ネプテューヌ、ネプの夏休みの情報、こちら、じゃ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 あのね、あれですよ、今月号は OVA のね、キービジュアルの他にもネプテューヌ&パープルハート&大人ネプテューヌ役の田中理恵さんとネプギア役の堀江由衣さんの対談を掲載しておりまーす。あれ、ここでしか読めない情報が満載でございます。はい、そんでもってですね、こちらも毎度の情報なんですが、ジャカ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 ジャーン。はい、電撃ネプの回では電波 P のコラボと地味の姉妹の4コマ、あれ、あ、違う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 、あの水野 P のコラムと電波姉妹の4コマや、電撃ネプの回ではね、こうみんなが考えてくれたゲーム業界の新元号が掲載されております。あとはね、あのメタリックで高級感あふれる4女神のスマホケースが購入しております。締め切りがね、6月3日なので、興味を持った方は今すぐご予約を急げ。はい、そしてですね、電撃イルハートのコラムではピクシブファンボックスの詳細を紹介。なんかね、あの過去の内容とかも踏まえて一気にね、公開をしているのでね、イルハートのこれからのためにもですね、皆様清きご支援をお願いします。ご慈悲をお願いします。はい、ということでね、今回はここまでになります。はい、ということでね、見てくださった皆様、今月号の電撃プレイステーションもよろしくお願いしまーす。イルハートがノベルゲームを作るとしたらどんなのが作りたい？これは、あれですかね、イルハートが出るっていうことでいいのかな。え、なんか、もし出るとしたら、あれがいいです。デスゲームあ、ダメじゃん、自分が出たら自分死ぬじゃんなんですけど、なんかイルハートね、よくね、ゲーム実況とか見るんですけど、なんかなんて言うんだろうな、こうわちゃわちゃわちゃってゲームプレイしてるやつより、あのノベル系の方が好きで、実はだから、まあ、ヤンデレ系とかデスゲーム系とかが好きなんですが、まあ、デスゲームってさ、なんか割となんか目が覚めたら知らない場所にいて、なんか爆発する首輪がついてましたみたいなのあるじゃないですか。それやりたいんですけど、まあ私の場合、あのワンチャン首が取れるんで、首輪だったらあの生きて帰れるかなみたいなところもありますよね。そんな感じです